はい。皆様、こんにちは。こんばんは。てるてる百貨店になります。えーとね、今日はアミューズメント行って、久々にね、えーと、こちらの商品がね、えーと、取れましたので、ちょっとね、その紹介になります。この豚くんはね、前回のシリーズなんですけどね。まあ一応ね、前回のシリーズと合わせて大きさのレビューになります。じゃあ、まずはじめにね、 こちらね、ラマくんですね。今回ね、ラマくんと、えー、パンダくんと、あとシクマくんが、えー、新たにね、アミューズメントの方に、えー、登場になってます。前回のね、この豚くんの大きいやつとちっちゃいやつなんですけど、ちっちゃいやつとね、同サイズですね。はい。で、えー、っとね、正面からはこんな顔になってます。で、横ですね。で、後ろ、お尻の方になってます。 タグがね、えー、マインクラフトというふうにちゃんとタグがついていますね。はい。で、こちらが反対ですね。足はね、こんな感じで、ひめがね、ちゃんと、えー、印刷されてますと、いった感じですね。はい。まあね、まあこんな感じで、たまたまアミューズメントで撮れたので、ちょっとこちらね、えっ、ー、と、例えばね、通販サイトとか、えー、そういったところでね、 もしアミューズメント撮れなくて、えー、ヤフオクとかね、あのメルカリでご購入するときの、えー、参考になればと思いまして動画撮っております。はい、えー。こんな感じになりますので、もしね、そういうところでご購入のときはご参考までにしてください。一応ね、えー、サイズの方ですね。えー、っとね、こちらメジャーの方を用意してます。はい。た、ま、い、あ、ね、えー こんな感じのサイズ感ですね。14センチぐらいですかね。で、縦がね、えー、っと、こんな感じですね。縦が16センチ、18センチ、17センチ、18センチぐらいですかね。まあ、このぐらいのサイズ感になります。はい。まあ、前回のね、シリーズの豚くんとね、ほぼほぼ大きさが一緒になってます。ま、あね、ちょっとパン、あの、パンダさんとね、 えー、白熊くんが取れなかったんですけどね。まあ、今回ラマという形で紹介しております。はい。あとはね、こちら、ダイヤモンドの剣。ダイヤの剣ですね。メタリックバージョンという形でこちらも取れました。えー、ちょっとね、こちら、まあ、参考までにって感じですかね。箱の大きさはこんな感じです。えーっとね、まあ、全体的な大きさですかね。えー、っと、 ここ 50cm なので 52cm ぐらいの 52cm3cm で,ですかね5 3ンチぐらいの箱の大きさになってます縦もねえー、っとここ30なので縦もね 28cm ぐらいの大きさですねじゃこちらねあの中身見ていきましょう、まあ、一番いいのはねアミューズメントでねあの取ってきた時のサイズ感になると思うので 箱との大きさの比較ですね。はい、こんな感じの、えー、こちらがいいですかね。こんな感じのダイヤの毛になってます。えー、こちらが横から。はい、こちらがね、えー、両サイズですかね。はい、まあこんな感じですね。はい、こんな感じですと。これね、えっ、ー、と、材質はね、えっ、ー、と、 プラスチックですね。で、こう光の加減でね、こう、キラキラ光ると。まあ、こんな感じですね。あの、なんかね、あの、普通のダイヤの剣というよりも、えー、っとね、これはね、あの加工した時の色合いに似てますね。で箱の大きさと比べるとこんな感じですね。まあ、先ほどがね、えー、っと50、50センチちょっとだったんで、えー、っと、ダイヤの剣の大きさも、 えー、ぴったしね、50センチですね。剣の先から、この取っ手のね、えー、四角形のとこまでぴったし50センチぐらいな感じですね。で、こちらもね、えー、っと、これが20なので、まあだいたい25センチぐらいですね。はい、そんな感じです。まあアミューズメントで見かけたときにね、あの、箱から出ていればいいんですけど、まあ、もし箱から出ていなかった時の、 でね、やはりさ、これもね、ヤフオクとかメルカリでよく見かけるんですけどね、ご購入するときの参考になればと思います。はい、こんぐらいの大きさ感になります。はい。えっ、ー、と、以上となります。まあ短い動画ですが、えっ、ー、とね、アミューズメントで、えっ、ー、とね、こちらのラマさんのぬいぐるみはね、新シリーズで出ておりますので、えっ、ー、とね、まあ引き続き白クマ、白熊、 あとはパンダくんがね、当たったらまたね、紹介できればと思っております。今日は、えっ、ー、と、アミューズメントで、えー、新しく出てきました、えっ、ー、と、ラマさんのぬいぐるみ。あとはね、えっ、ー、と、前回、斧とかね、えっ、ー、と、ツジョとかあったんですけど、今回、マインクラフトのね、ダイヤの剣の、えっ、ー、と、メタリックバージョン撮れたので、その紹介になります。はい、よろしければチャンネル登録。 えー、高評価いただければと思います。まあ、こんな感じでね、あの、たわもないものですけど、まあ、ちょっとね、動画としてご紹介できればと思っておりまして、配信させていただきました。はい、以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。